はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。初めの一歩やっていきましょう。はい、今回から板垣学ぶ編です。頑張りましょう。いきなり今井京介か。今井京介、板垣くんのライバルです。アマチュア時代からの、原作だと板垣が判定勝ちしてます。アマチュア時代は3回やって3回とも負けてるんですけど、プロになってリベンジを、はい、果たしてますね。スキル設定ちょっとね、板垣くんはね、フリーマッチモードで練習して、はい、フックがやたら強いということを学びました。どうしよっかな。サンデーパンチもそんな使わないんだよね。ほんとフック一辺倒な戦い、すごい強いからフックが。ヒートアップつけとこう。そうだな、タフネスいるかな。つけとくか。一応つけとくか。あ、スタミナ上限上げて、タフネスこれいきましょう。やっていく中でまたいろいろいじっていきましょう。はい、頑張ります。デビュー戦こそ敗北したものの、その後快進撃を続け、ついには東日本新人王決勝戦まで勝ち進んできた板垣学。決勝戦の相手は学生時代に三慶王負けを喫している強敵、今井京介。学が勝ち上がってきたか。3度勝ったからといって油断はせん。真っ向から勝負あるのみ。僕は自分を信じるしかないんだ。古い因縁に蹴りをつけてみせる。プロのリングでも同じ結果を出すのみ。いいか学ぶ、新人王は通過点に過ぎん。俺の目標は幕の内さんだ。今井京介の髪型が幕の内一歩に似てると思うんですけど、真似てます。一歩にすっごい憧れてるんだよね、今井京介が。でファイトスタイルは本当に一歩と同じです。腹がくくった。こうなったらやるしかない。集中集中集中。よし、カモン、まとわりつかせてもらうよ。すごくないこの攻撃。超いっぱい打てるんだよね。めっちゃ手数多いから。強くない。めっちゃ強くない板垣くん。だって避けてから丸連打してるだけでこんなに強いんだもん。超ストレス発散になるよ。やばい。倒せないかな。
超強え板垣くん。板垣やっててつまんなくなるレベルで面白い。意味がわかんない。つまんなくなるレベルで面白いも意味わかんないけど。ちょ、強いわ。A 級ボクサー賞金トーナメントフェザー級決勝戦。スピードスターの佐伯拓磨ですね。スキル、しりとり。板垣がね、試合中、しりとりをして、こう、集中力を高めるっていうことがあって、それで多分しりとりですね。余裕だったね。いや、佐伯さ、めっちゃ出てくるけどさ、すっごい巻きまくるんだよね、佐伯ね、出てくるたびに。かわいそうだな。原作だとね、そんな、負けまくるってイメージはそんなにないんだけどね。このゲームだとひどいね。しりとり。対戦相手のバーニングハート蓄積量アップ効果を持つスキルを無効化します。これはきっと、使えってことなんだろうね。ここで覚えるってことは。じゃあつけとこう。よし、早いけど今回はここでやめようかなと思います。板垣くんめっちゃ強い。めっちゃ強いわ。よし、そんじゃ今回はここで、まあ早いけどね、今回はここで終わります。バイバイ。